AKG は1947年にオーストリア、ウィーンで設立され、音響機器の設計と製造を行っているメーカーである。AKG サムスンバンドルイヤホン1947年にルドルフ・ゲリケとエンジニアであるエルン・ストップレスによってウィーンで設立され、当初は映画関連の音響機器を製作していて、有名なものとしては、 DNY シリーズという手作りによるダイナミックマイクなどがあり、第二次世界大戦直後の AKG 設立時から、同社が設計及び製造するマイクロフォンとヘッドフォンは、ヨーロッパを中心に、世界各国のレコーディングスタジオ、放送局、映画スタジオなどへ導入されてきた歴史がある。社名はドイツ語での正式名称が、アクスティシャウント機のガータ・ゲゼル・シャフト・ MBH となり、 AKG はその頭文字を取った略である。1953年に発表された真空間式のコンデンサーマイクロフォン C12 はその性能と相まって数多くのスタジオや放送局へ導入され、AKG ブランドのマイクロフォンでは看板的存在になり、現在でもその基本特性を継承した再生産型として発売されている。AKG 以外のメーカー、 またはブランドからも1重量模倣したモデルが発売されていて、コンデンサーマイクロフォンのスタンダード的存在になっている。1994年にはハーマンインターナショナルの参加に入り、2017年にハーマンはサムスン電子の完全子会社となった。サムスン参加以降後、ウィーンの拠点は閉鎖され、在ウィーンの技術者らは AKG から独立して、 オーストリアンオーディオ社を設立した。日本における輸入総代理店として2008年から日比野がプロオーディオ製品を取り扱っているほか、ヘッドホンなど一部製品はハーマンが取り扱っている。2019年にはオンライン販売向けでサウンドハウスが国内正規輸入代理店に加わった。AKG のマイクロフォンは高音域の周波数特性における特徴がある。 レコーディングスタジオにおいても、ボーカル、アコースティックギター、ドラムスの録音、収音用として、標準的に使用されるブランドになっている。AKG 製のリバーブレーターにはスプリング、リバーブレーターとデジタルリバーブレーターがあり、そのどちらも、レコーディングスタジオなどで使用され、AKG 独特の製品群にもなっている。代表的な機種として、BX-20。 EX-10 という機種があり、複数のスプリングを張りテンションがかけられた状態に、対して音声信号をドライバーから送出して、ピックアップ側で集音することにより、リバーブを機械的に生成させる機種となっている。ピックアップの位置をリモートコントローラーにて変更すると、リターンされるリバーブタイムを自由に調整できるなど、動作的には機械式リバーブレーターとなる。 BX-20 に至っては、家庭用大型冷蔵庫並みの大きさで、木目調のキャビネットに収められているため、スタジオの機械室に設置されている状態を見ると、一目で BX-20 だとわかる存在感があった。代表的な機種として、ADR68K スタジオデジタルリバーブ等があり、デジタルシグナルプロセッサによる演算処理にてリバーブ成分を生成している。 初期反射、リバーブ密度、リバーブタイムなど様々な設定が可能で、リバーブのアルゴリズムもホール、プレート、ルーム、チャーチなどが選択できて、実在する空間をもとに、リバーブ成分を生成したり、基本となるアルゴリズムを選択した後に、ユーザー側がパラメーターを自由に設定して、現実空間では存在しないようなリバーブ成分を生成することも可能になるリバーブレーターの一種となる。 1975年の K240 発売以降、AKG のヘッドフォンは、レコーディング、映画、放送など、各分野で使用されてきた。スタジオ用以外にも、ホームリスニングに特化したモデルも発売されている。また現在では、K24P や K26P といった、ポータブルユースのコンパクトヘッドフォンも評判が高い。発売以来、モニタリングやレコーディング用として、欧米で、 圧倒的な支持を得てきた。日本の音楽シーンでは露出度は多くはないが、海外では数多くのスタジオで使用されている。AKGK701。ありがとうございます。